話してもらえますか。お願いします。緊張してるみたいです。珍しい。いつもさ、いつも面の顔めっちゃ熱いのにさ。どうも先生、はじめまして、上川と申します。はじめまして。普段は、バッチリです。普段は緊張しないんですけども、先生と話すとなるとですね、緊張して、ちょっと、トイレに行って帰ってきたらつながりが悪くなりまして。およそ10キロ。こっちの声は聞こえる？はい、バッチリ聞こえてます。あ、聞こえる？はい。ナッキーもいるよ、ちょっと来て。あ、はい、聞こえます。ナッキーさん、カメラはいいでしょうか。カメラがどうぞ。ウェカーさんね、ウェカー、英語のと呼んだって。ああ、そうか、そうですか、うん、ありがとうございます。喉で、それがね、ちょっと意味が分からなかったんで。そうそう、松本先生、やっぱ腹だと、ああ、いう考え、喉っていうのは、その喉の英語ではどういう意味使ってる？そうですね、首のあたりですね、throat ということなんですけども、多分先生がおっしゃってる腹と、まあ究極的には同じようなことだと思うんですが、If you speak English from the throat, you can sound exactly like a native speaker like this, という、っていう感じなので、そのまあ、まあ結局はお腹っていうのに近いと思うんですが、まあ、日本語では、例えばガギグゲゴいうときに喉をこう緊張させながらガッと閉めたのを開けて出す感じがしますよね、うん、それを開けたままでガーガーと。 So that's how you can speak English. Although I grew up in Japan and I came to America as an adult, このあーあーあーという感じで喋ると外人っぽいという話なんですけども、はい、で If you can speak like this、 この外人の声が出せたら、やっぱり聞く方もやっぱり自分で出せるので聞きやすいという感じなんですよね。 So for example, maybe Lucky can speak Japanese, and I know you, when you speak Japanese, you kind of sound a little pitchy and high. But when you begin speaking English, I guess, っていう感じですよね、Lucky さんもね。 Yeah, well, you've heard, yeah, it totally changes. It's a bodily change. Right, totally changes like this. But if you speak Japan English like this, it sounds like this, right, Lucky-san? Yes, if I speak English like most Japanese, since I can't even do it, because, I mean, I also have an English accent, an American accent in Japanese still. Well, I know, but... That's right. So, then, go ahead. Sorry about that.それですね、松本先生、僕はですね、これ今アメリカ18年目なんですが、7年ぐらいまでですね、非常に塩を舐める状態といいますか、アメリカの会社に就職、アメリカの大学院に行きまして、それから就職したんですが、で自分はものすごい英語ができると思っているのに、アメリカ人の反応がしらっとするんですよ。というのは、この I was speaking English like this choppy and theResonating sounds in the mouth という感じで喋っていたんですが、すぐなんかうわっとか言われて、で会議の時なんかでもあまり人が僕の方を見てくれないという状態がありまして、それでまあ、ジーナというのは私の妻で協調者なんですが、どうやったらいいだろうかと聞きましたところ、喉から喋れと言われまして、 So I will speak English like this, but you have to speak like this. それでなんか外人の反応が変わったということでがきっかけなんですよね。Depends on the外人。Depends on the 外人、but yeah, I was like when I was living in Japan and 日本にいるときは問題なかったんですよね。Just because I was able to speak English, lots of Americans and foreigners were able to become my friends when I was a college student. Lucky さん、when I was in Japan.I had no problem making friends in Japan because my English was good. でもアメリカに来るとなんかしらーっとしてたんですよね。ああ、なるほど。面白い面白い。こっち聞きたいね。ま、ですね、例えば学会なんかでリセプションがあるんですよね。そしたらなんかとアメリカ人と喋っててもすぐ話が終わっちゃって、I'm gonna go get some drink という感じでどっか行っちゃうんですよ。でなんでかななんでかなと思ってたんですけども。でもこの喋り方を始めてから
もうなんかすごい溶け込んで、なんか誕生日のカードをもらったりとか会社で、なんか誘われるようになったんですよね。全然積極的とかそういうことじゃないのに、うん、そこで、それが起こる前は僕は積極的にならないとアメリカでは友達ができないと思ってたんですけども、 As I started talking English like this and then people began to see me as just a regular guy、 なんか別に積極的じゃなくても誘われたりするんですよね。でよく考えると別にアメリカ人だって消極的というか、なんでインチョバーレットの人とかたくさんいますよね。逆に静かにしてる人の方が友達にしやすかったりするじゃないということもありますよね、日本語でも。というわけでそれを英語のという本にしまして、今6年やってるんですが、本が太すぎるのもあるし、また、いろいろ喉が柔らかくするというのはどういうことかというのが伝わりにくくて、という感じなんですけども、その話ね、うん、さっきと松本先生としてたんですよ。はい、やっぱりまあいろいろ非難も受けたりとか、もうめちゃくちゃですよ。松本先生どう思われます？やっぱりね、伝わりにくいと思うね、上川の書いてることね、こうやってね。ただ上川の英語聞いたらはってやっぱり思うと思う。ね、みんな。だから一般的に日本人の声よりもチェストボイスとかね、はい、お腹チェストを聞いてるけど、もっと下にアメリカではスピッドバルダイアフラムって言う方あるよね、はい、ダイアフラムってもっと下になって横隔膜そうですね。だからそれだったら分かるしね。僕ずっとアメリカ大使館に入るまで同時通訳っていうのは聞きながら1時間ぐらいぶっ通し喋らなきゃいけないから、普通では通過のやつ声がね、やっぱり発声のボーカルトレーニングしないと通過のやつ、どっちかでも5、6時間ぶっ通しして自分の考えじゃないから、人の考えを同時通訳するから情報がなきゃいけないからね、うん、それではその英語勉強としては呼吸に効いたから腹からやらないと、喉を使うといっぺんに声が枯れちゃうんですよね。そうですね、先生がそれでその言うとあったんだけど、スロートスピークフロムスロートということ、ちょっと英語に訳したらどういうことなの、喉と。そうですね、まあ結局呼び方というよりも、まあ一応スロートと言っておりますけど、 V としましては首あるいはちょっと肺の方に当たる、まあ、体全体という感じなので、その腹から喋るという考え方と矛盾はしていないと思うんですよ、ね、なのでいいですか、俺が、はいはい、今思ってね、上川の言う喉と松本先生の腹っていうのが、結局言い方が違うけど、そう割と近い同じ、位置なん、うん、一般に言う日本人が喉と聞いて思い浮かべる喉の位置よりだいぶもうちょっと下の方、そうそれが先生の言われる腹とかなりオーバーラップしてるんじゃないかっていうふうに今聞いてて思ったんですけどね。そうなんですよ。でそのオーバーラップしてるということで、例えばですね、僕が先生の松本先生がラリーキングと喋ってるのを聞きましたけども、まさにあれが英語のですよ。 Hey Larry と I'm a Jap なんて言って、ラリーが You are a Japanese Larry King とかって言って、松本先生がなんておっしゃってましたっけ、 Yeah, that's right, Larry とかっていう感じですよね。それがまさに That's exactly what Nodo 英語 Nodo is、 so、それを松本先生されてるんじゃないかと僕は思ってるんですが、ラリキンとやった時はだいぶ前で、衛星テレビ朝日でやったのかな、90分やったんだけど、40分そのまま出たんだけども、僕はね、うっかりしちゃったら衛星放送ってあんまやったことないから、1秒かちょっと差が時間があるんですよ。だから僕は黙ってしまったらね、うん、あれこっち質問悪いだなと思ったら、ちょっと時間が時差があるのね。あとラリーキングはね、What you see is me it all、oh, I said What I see is what I get Yes, exactly そういった話になった、うん、そういう場合は呼吸は合わせるからね。僕は今君の話聞いたらね、
言われるとしたら、僕の仮に英語で書いてバイブレーションのマッチというかね、それに近いんじゃないかな、喉を使うと、僕の英語はお腹だから、お腹の下にもっとしたら、あのセイクラム、セイクラムってあって知ってる？わかります。セイクラム、セイクラム is vibration of center. All sorts of sounds come from the bottom.だいぶ下の方ですよ、あのセクラムっていうね。背中の方のもうちょっと尾てい骨に近い。その尾てい骨がバイブレーションセンターです。これがその、これはアメリカにない、イギリスもない、日本だけのね、武道家が始めたの。それ、バイブレーションズカムフロムセクラムっていうね。これ、セクリットだから、その神聖な場所、お宮さんみたいな。スフェリカのその球体になって、そこからバイブレーションやるから、脳もほとんどの病気は全部ここで来るという。だからその頭の脳までバイブレーションがいってるというね。だからそれが腹で考えるという。へそはあのソーラープレクサスっていうのね、the center that connects heaven and earth from the top chakra down to the bottom chakra, Kundalini.That spirals go up there, upstream like your name. Upstream like my name. That's right. Mr. Matsumoto, I wanted to point out that it is very difficult to relax for Japanese people, really to achieve that level of relaxation. And there's some reasons for that. なんか硬いですよね、日本人というのはですね。硬いからね、決めてるわかんね。はい。喉をリラックスさせたらいいって言うんだけど、一般的には日本人、分かりにくいね、これね。伝わりにくい、だから伝わりにくいわけ。だから向こうにいて、今話聞いてみたら、リラックスして、声もリラックスしなくなっちゃうね、これ。だから非常に、トータルバディチェーンっていうから、So like music, let's get physical, let me hear your body talk. Right.The body talk means the vibration. Well, I lost you, I guess, right now. But okay, so now I'm having the internet connection problem. But we've been talking with Mr. Matsumoto, Michihiro Matsumoto. I guess. Road 事情の関係で今、音声は聞いておりますので、ちょっと待ってみましょう。ちょっとね、トンネル入ったからするとちょっと切れたいですので、せっかく今いい話しちゃったのにな。なかなか盛り上がって、いい感じになってきました。すみません。僕も先生と話してね、言いたいことがありすぎるんだけど、まず先生の話も聞きたいなというね。That's right. Okay. It looks as though you're setting me up for this, because when I got into Wayne's car, I thought I was set up, you know. Who the hell is this? Setting up, you know. They say, is this...What have I done to deserve this? Come on! What's going on? What's going on in the car? Rocky is... Will you take this phone to shoot? I'm abducted right now. Abducted. You are abducted. Actually, Mr. Matsumoto... I hope you can come out of this abduction very soon because in America, three girls came out of 10 years of abduction in a city, Cleveland, Ohio. Yes.Uh-huh. Yeah, it's really terrifying experience. Oops, I have your image. Rakesh, will you handle it? Rakesh, will you handle it to shoot? Is the cord long enough? Oh yeah, totally. I didn't know there was somebody else in the car, a lady in the back. Hello. Yeah. Hi.はじめまして、西川。よろしく。よろしくお願いします。松本先生、よろしく。よろしくお願いします。いろいろありすぎてね、はい、やっぱりあの松本チルデレンっていう話をしたいですよね。だから松本チルデレンでも松本先生の、まあ、どういうの部分を捉えるかって全然これほど生き方も違ってくるっていうね、上から通りとやね。もう全然違うもんな、今までたどってきた人生っていうのは。でも、まあ、上川はもう ESS で、やっぱり抜きんで出て、その後も
あの英語学校行ってアメリカで就職して、俺はずっと日本のおばあちゃんだね。でもずっとあの松本先生影響を受けて、ね、どの部分を取れるかでこれだけ違うのかっていうの、それも面白いなと思って。松本先生にこうして喋れるから、思わず喋ってしまうんですけど、松本先生を聞きたい。はいはい。松本先生の話聞きたい。はいはい。So, じゃあね、あの何が言ったかな、上田さんに give me a lot of credit, giving me more credit than you deserve. I don't mean it. Okay, Lucky, do you have any questions to ask? Yeah. Are going upstream, and you're gonna come down and go downstream to us. Right? You got that right? Yeah. We are going upstream to you, and you're gonna go downstream to us. Oh, interesting. Yeah. I understand that. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you really well. So what's going on? Hi. Hi, Kimas. Okay. I just wanted to pose a question between you two. And we're talking a lot about the difference between the tone, the vibration in speaking Japanese and the vibration in speaking English, whereas English, the hara, it comes from the hara, you know, it comes from the guts, it comes from the center, the kundalini source, and then in Japanese, it comes from the throat, it's very constricted. Right. Now, does this have to do with a way of thinking, or because, you know, in the intestinal region, it's very much like brain tissue. And that, and many, many people, and I'm sure Matsumoto Sensei, you've heard this term, but it's the second brain, or I feel it in my guts, or you know, it's a center of intuition. Whereas the brain is well, it's cerebral. You know, we often say, oh, it's a cerebral matter, meaning it's maybe complicated or you know, very difficult to untangle. You know, the brain, I mean, both are very complex neural networks, but the system of the brain is for thinking. The system of the intestine is for digesting, using, and absorbing nutrients. Now, can this possibly have anything to do with the way that Japanese communicate versus the way that English speakers communicate? I'm going to turn off the video just because it's kind of sluggish. Hi. Sure. Go ahead. Are you there? Oops. I guess the connection is not very good. Okay, so I'll just have to wait a little bit to... Hello. Yes, I can hear you now. Can you hear? Yes, really well. Thank you. Oh, I can hear you. Okay, good. So what's is Mr. Matsumoto gonna talk on this topic? Wait on. I'm trying to get across to you. Yeah. Hey, I can hear you. Yours is more physiological, whereas mine is a little bit more psychosomatic. The body and the soul together, so it's more philosophical. I think it's good for the Japanese who are trying to overcome the innate fear, if you will, of anything new, so that I'm putting more emphasis on the second brain. Tunnel が入るのでちょっと切れるかもしれません。Tunnel が入る。わかりました。いや、大丈夫かもしれない。ちょっとやってみよう。はい。So that the brain, the popular assumption is the brain, the blood comes out of the spinal column. Whereas, lots of other popular theories saying to the effect that the actual thinking, the brain comes from the gut intestine. You know, it's called the second brain.
and the extension of it is harage. Harage is out of the belly, and it comes from the within, not from without. So it, the solar plexus is the center of the vibration. It might be referred to as the vibrational center, and which originates from the sacrum, sacrum at the bottom of the spinal column, and it's the center of a vibration. It vibrates sort of spirals upward, upstream. Yeah, I'm following you, yes. Oops. All of a sudden it got cut, so I guess for now I'm going to stop. Oops. Hey. どっちか聞いたら、あの、ね、うんうん、はい、今聞こえます、はい、せっかくの話しちゃってね、まだ忘れた、ロスクラック、when Mr. Matsumoto finishes, I'm gonna start my own, so I just wanna hear you all the way up to the end. Go ahead, please. The center of the video is the chemical, the vibrations じゃなかったですけど、and it's more kind of philosophical concept. I don't know what I've said to you, but speak from diaphragm, sound pretty close to me when it's, you have a nice speech voice, nice you know, chest voice, and it's okay, but no one has ever said that it's have to speak from the throat. What exactly did your wife say to you? Change your vocal cord or what? Well, it's more exactly like just relax and speak from the throat. It's more like using the neck in a more kind of relaxing way. But from our perspective, it's more like a more biological thing. Children, even Japanese children, speak from the throat. Or I should say babies are born with this kind of voice going, ah, 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 right? That's like the throat voice. But in Japan, as people grow and eventually they begin to speak from the mouth, producing choppy sounds, because that's how Japanese has to sound. So this idea is more about a socialization issue. I mean, we all, any people of any nationalities, babies of any nationalities begin speaking from the throat, crying from the throat from the beginning, but eventually we grow up and especially to speak Japanese, that requires choppy sound, you really have to tense your body. So that's the perspective. Another thing that's interesting is that Japan, western part of Japan, dialects of western Japan, such as Kyushu Ben or Hiroshima Ben, we speak from the throat like this. ほじゃったらね、こういうの喋り方しょるんじゃ、広島だったら。じゃけどね、東京の方に行くとこんな感じの喋り方になりますね。So, it's more like the throat kind of adapting to the way Japanese adults, especially from eastern side of Japan, speak. Is our approach, is our way of thinking about this issue. And... じゃあ日本人同じようにリラックスしようっていうのはちょっと無理だね。じゃあなかなかでっかい環境にあるから、むしろ僕はね、入れる。Oops. The internet connection is not good now. Okay, so let's see. ちょっとね、トンネル。はい、ごめんなさいね。Hey. あのね、松本先生言われるのね、はい、確かに上川の英語っていうのはね、はい、まあ一つの証明、エビデンスになるだろうけれども、はい、これ、まあ、汎用性があるかっていう問題なんですよね。ずっと日本で過ごしてる。うん、だから、今の上からもだんだん伝え方が、ちょっとずつうまくなってると思うんですよ、この何年で。まあ、最初は、わからん人はもう本当にさっぱりわからん。わかる人にはわかる。だけども、だんだんわかる人の率が増えてきてるように俺は思うんですね。この、やっぱり4、5年、ずっと一緒におって見ててね。うん。で、
やっぱり分からない人が何人か今まだいるけども、それがやっぱり、むしろ 東日本ですよね、の人に人がいるっていうことで、西日本と東日本ではちょっと声の出し方が違うんじゃないかっていうようなね、そうですね、はい、で松本先生にもう一つお伝えしたいとすれますと、その音の音色を作るのに喉を使っているということなんですが、例えばですね、L と R の違いを出すときに、L はどちらかというと首の上の方、R は首の下の方を使うという感じなんです。例えば赤で言いますと首の根元を鳴らして Red、L で言うと首のちょっと上の方を使って Red という感じなんですね。あるいは母音にしてもですね、例えば、食べるは首の上の方で Eat、それは It というふうに、その首の上と下を使い分けるという方法で、音色を作り出すために必要であるために、だから響きだけの問題ではないという感じなんですね。うん、それだったら分かりやすい、うん、響きっていうのはね、難しいんだね、これね。日本人はね、バイブレーションのエキゼスタント、日本人はケミストリー文化だから、ケミストリーってバックラブでしょ、あいつとこいつとアウト、ウィギレンガンが、セームウェーブレンジだから、ウィヒレラアップ、フォースタムイメージチャーだって、呼吸があったと。呼吸というのはバイブレーションじゃないんです、日本の場合は。ケミストリーなんです、合うか合わないか。声の大きさ、音色とかバイブレーション関係ないんです、日本人は。あんまりコミュニケーションの力を置いてないから、じっときは東京の人ならバイブレーションいらない、コミュニケーションいらない。うん、黙ってるのが出世するわけよ。英語の上手い人は出世できないっていう。僕はもう、日本で一番苦労したのは、少々7、8年英語を知らないで通して出世したの。変なところでそれ英語を喋ってうまかったらね、嫉妬されて絶対出世できないわ。だそういう日本な国でバイブレーションがいるって言ってもね、ピンとわからないね。先生でもね。ね、彼は英語はうまいから、それを見たらね、それは説得力があるのは、彼自身の英語を聞いたら説得力があるけれども、その場合は人を見たらアイスレーデルエキサンプルになっちゃうわけ。彼は才能があるからできたと。誰しも同じところが、もう ESS の同志の時は目立ってたって聞いてるから、そうするとどん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 隠されていける。一般の人は学生時代からもうできないわけね。だからその中でもっと不明性という時には、今みたいなボイスバリュームとかね、うん、それとバイテーションってのはもっともっと上のレベルで、本当必要なこと分かるんだけど、東京の人たちはちょっと通じにくいね、これな、うん、特に難しい、関東は。ね、関東でどっちかというと、一番バッシング受けてるのは、関東のアカデミックの人たちやな。うん、なアカデミックは、うん、これで、割とその普通の人、結構伝わってる、もうコロッと上手くなる人がいるもんね、中にはね。マサさんとかね、神戸のマサさん、島根のマコさんとか、最近頑張ってるね。スッと入ってこれる人がいるよね。もう、ね、もう松本先生の、あれ聞こえなくなっている、今は聞こえなくなってます。思ってて、はいはい、けどやっぱりね、上からの英語を聞いて周りの人でそれでコロッと上手くなる人がやっぱりいるのを見てきたからね、こっちは聞こえるよ、うん、こっちは聞こえるよ、はい、だからもう松本先生と言われるようなね、うん、普遍性はあんのかっちゃ、お前がもともと上手いだけなんちゃうのかっていうことは、当然そういう反論は受けると思いますわ。ただね、やっぱりちょっと上から教えてもコロッとっていうことはやっぱりそれもやっぱり続出してるのも確かですね。もう俺はもうまあ友達だから付き合ってるんじゃなくて、上からの実力があるからって言ってこうやって一緒に生きてるわけだけど、お前つかみどころがやっぱり未だないところが、つかみどころがこう分からないところがありますよね。科学的なんかでもインチキ臭いけど、上からの言うてることを言ったらやっぱり確かにすごい改善すると、うん、自分もそのね恩恵を受けてるしね、うん、だ多分これもうしばらくこの論争は続くんじゃないかと思いますよね。結局分かっ音が聞こえにくい、東京の方の声が硬いというところがありまして、松本先生、僕は、うん、広島出身なんですが、広島に帰ったらね、うん、みんな高級な喋り方そうんよ。ほんでそんな中で帰ってきましたって言ったらものすごいしらけるんじゃけど、あ帰ってきたんじゃって言ったらものすごい盛り上がるんですよ、なんかね会話が。で分かったのがなんかね、中国語みたいに姿勢があるんですよ、広島弁とか中国地方とか九州のことって。例えば、じゃけんねーみたいな、じゃ
件ねというようなそのシラブルの中に抑揚があるということで、でも東京の言葉ってさちょっとこんな感じで硬いじゃんですよね。でそれで英語を喋ろうとしても無理なとこがありまして、 I can't speak English like this with flat voice ってなんかこう音程を変えてもその一つ一つのシラブの中のわーっていうのがないので、伝わりにくいし、また心というか腹と腹で割って喋るっていう感じになりにくい気がするんですよ。一つはね、あの僕は大阪出身だけど、大阪と広島と似たところがあるとすれば思考訓練するから言葉の抑揚だから、例えばニューヨーク、そこにユダヤ人同士の話をする場合はイエデッシュが入ってくるね。イエデッシュで非常にその、トーンがね、ウェイビーなんですよ。だからアメリカ人の英語って非常にフラットでこんな感じだけども、そこにユダヤ人同士の会話になると非常にこれ波が出てくるんです、うん、それがイエデッシュ、それがだから広島弁にはそれがあるんですよ、うん、だからイエスが白黒じゃなくて相手を否定するときに大阪ではね、まあそう言うてもいろいろありますわなぁって入ってくるのが、広島弁ではほじゃけんねって言ってね、全然その今まで全体を否定して中に入ってきて喧嘩にならない言葉があるんですよ。だから広島の人ってのは非常に侍気質があって一匹狼が多いですよ。一つは広島原発もあって、ヤクザにしても爽快屋にしても、ね、小説家の大下英二にしても全部広島の人には怖さを知らない。どんどん新しいアイデアボンボン出てくるし空気に馴染まない、うん、だから日本では出世しにくい。あね、松本先生がそれ言うのは、ね、褒め言葉ですよ。あ、ほんまですか。馴染めないとかね、はぐれ者っていうね、ああ松本、それ松本先生言われても最大の褒め言葉ですよ。ありがとうございます。え、それってそうなんですよ、なかなかね、あのね、うん、今の話聞いてね、うん、ラッキーがさっき聞きましたね、うん、そういう声のトーンとかそういう響き方が考え方に、うん、と関係してるのかってさっき英語で言うてるじゃないですか、うん、俺もいや今聞いててそうじゃないか、例えばね東京の人がもっとこっちの上の方の発音になるっていうのは、例えば東京っていうのはまあいっぱい人がいててプライバシーを、うん、良くも悪くも人のプライバシーを大切にするっていうところあるじゃないですか。あ、おせっかいじゃないし、まあ、よく良い言い方したらおせっかいじゃないし、悪い言い方したらまあ冷たいと。でもそれはね、こんだけ人がいたら そういうことが必要なんかっていう、そういうのに馴染むためにそういう声の出し方もこうかんあの関係してるのかなっていうふうに今の話聞いて思ったんですけどね。まさにその通りだと思うよね。ちょっと距離感を置いとかんといかんですよね。そう、その必要性から切って聞いて、それも声の出し方にあの関わってるんじゃないかって今聞いておきましたよね、うん、全然的じゃないと最初ラッキーの質問聞いた時思ったんですけど、今こうやって話すると、うん、そうか関係あるんちゃうかなと思いましたよね。あのね、英語と日本語と大きな違いは、日本語はそのアクセントの置き方がね、インターナショナルとかアウトレイジアスというか、ね、あの声の強さと関係ない。英語は強いか弱いかだから、高いか低いかじゃないんですよね。その中でアメリカはフラットで、いるんだけども、家でし、ユダヤ人同士の言葉、そして関西人が東京で来た時の話、東京の人はついていけない。うん、こういうかと、英語はやっぱり、胸が喉だったら、大阪の人はちゃうちゃう。って言いますよね、東京は絶対ちゃうって言わ、うん、あ、そうなんだって、あとは無視、聞いてないわ、東京の人は絶対ポライトだけど、ノッチュースも、だから東京はそうなんです。で大阪はズケズケ言ってくれるから、愛されてる時はいじめることなんだね。東京で厳しく言ったらもうそいつ帰ってこないね。大阪は叩いたほど戻ってくる。大阪と東京全然違う文化だから。で彼のね、話聞いて面白いのはやっぱり広島のあれが生かされるね、うん、先生あのや、うん、どうぞどうぞ。だからどういうのかな、あの大阪人っていうのはその声も大きいけどね、あの思考がもっと柔軟性だよね。
どんどん言える雰囲気があるから、僕は広島っていうのは一歩奥ね先生、中国人なんかでもものすごいガラッと来るコミュニケーションが来るでしょう。あにゃ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 って感じでバーッとこうすぐ友達になれると思うんですけども、で、先生がさっきおっしゃった大阪弁のチャウチャウっていうのも中国語っぽいですよね。チャウチャウとかそういう風な言葉が表現が多い。じゃけんねーとかチャウチャウとか、姿勢があるかな。姿勢ありますよ。日本語で言えば、あの南京大屠殺博物館、中国では南京大菩薩纪念館って、ここまで行っちゃうわけ、うん、あれものすごく踊ってるわけよ。日本語踊ってないよね、ナメクジみたいにペタッと。だからそれはね、広島の中には飛んでる動きがある。だから英語の意味はものすごくプラスになるね、はっきり言ってね。だから恐れないところはね、Of course. To just say English, you have to realize, I mean, we're talking about the differences between Tokyo, you know, Kanto and Kansai, but the differences just within the United States between East Coast and West Coast are vast in terms of how we use English, in terms of how we communicate. Is there a difference in the body in terms of vibration? Well, I believe that if the vibration we're speaking of is one that communicates energetic and energy, there must be, because when I talk to a New Yorker, it's an entirely different conversation than when I talk to somebody from Los Angeles. So that being said, it complicates the issue of communication, you know, between people who speak the same language, let alone people who speak entirely different languages. Lucky-san, I can explain this to you. In western half of Japan, we kind of speak Japanese like Chinese, and when we get excited, we tend to go down a little bit, like, but in Tokyo or to the eastern end of Japan, they go up, like with tension, like, Taki-san! You know what I mean? So that's how they, in Tokyo or in the eastern part of Japan, that's how they express their friendliness and sincerity, and, so desu ka? Taki-san! 日本は何年ですか? Like, go up and increase the level of tension. But I feel like in Kyushu and towards the western part of Japan, they're like, Like, we kind of deepen our voice, and by that we kind of try to express our sincerity and, you know, our willingness to communicate, I think. Right, at least men do. So people from Hiroshima, for example, when we live in Tokyo, people around us think that, why are you angry? You know, because there's this difference of communication. 怒ってると思われちゃうんですよね。さあ、中国人が喋ったらね、喧嘩してるの聞こえたら、彼は普通だよね、それはね。And what do so in terms of people from Tokyo speaking to Kansai-in, so what's the reaction? Is it cold? Oh, yeah. I think so. The impressions, the perceptions of Tokyo people toward Kansai people is kind of it's one of a distance, right? It's like too removal. Too straightforward. See, but there's an excitement in Kansai then that, with respect to the excitement the Kansai people have over Kanto people, so for example, voice change, let's say, in Tokyo, it's なるほど ね. Kansai people, なるほど. It's a rhythm. You know, that matters when it comes to expressing your emotional message. But Tokyo, you're supposed to keep it in the dark. Your honne message in the dark. So they are busy playing, keep them busy game, sashi game. So the British have that kind of tendency. So when the Americans say, I've been really
I can, I'm a star, I can hit a horse. But the British, I had the breakfast about a week ago. I have yet had the breakfast since. I'm rather hungry. I'm rather hungry. In America, express yourself. Yeah. And I'm a star, I can eat a cat food, you know. It's too much. But so that the difference is, in answer to the question, like is that in the British people tend to be high-toned. At least it sounds as though they're more high-toned, more aloof, they're playing hard to get. The American play soft, like the Osaka people, or the Jiaoden, you know. I'm so stupid, because, you know, I was fooled, and, but it comes from within, your culture. You're born and raised in it, there's no way you can get away with it. But Rico, can you hear us? Yeah, I've been listening. Yeah, well, we're coming out of the interesting notions that the way you speak, the way you vibrate your voice, coincides with the mode of communications. And I always noticed that the western part of Japan, the people in the west part of Japan, and the Korean people and the Chinese people, more direct and straightforward in their communications. And that coincides with they speak. And it's really interesting. Yeah, and I think it's not just a geographical division, but it's just that maybe eastern part has Tokyo, big cities, and it's like as a result of Meiji governments trying to standardize the Japanese language, I guess they kind of adapted the standardized version of Japanese as their own language and mixed it with their local dialects in the eastern part. But somehow in the western part, we kind of have maintained our language, the core of our language characteristics, I think, is my theory. Interesting. Yeah. And it's just western part of Japan is closer to the rest of the world. So that's also interesting in that Korean actually sounds very much like Hiroshima band, I think. You know. So, I mean, you may wonder why western east, but it's just that western part of Japan is closer to the rest of the world. But, you know, that's why I think is how we retained Chinese kind of. Yeah. Well, what you're saying is it coincides with what Mr. Matsumoto have said in the past. Like the Osaka people are more international than the people in Tokyo. Right. The I think the Tokyo dialect goes as standard Japanese, which is quite a myth. The fact remains the Kanto language is more. Oops, I lost again. Evidence がこうなってます。これを松本道夫のノーデスチャンネルをご覧になる場合は、右のバナーからタッチしてください。ディベートが大事。エビデンスとディベートです。これ英語、関西はディベートです。エビデンスですよ。アメリカです。だから、東京は全部人口で変えられちゃってね。調子ってやって、それ、It sounds so plastic. You know what I mean? It's not real. It is not a touchy-feely. Hiroshima, Osaka is pretty touchy-feely, you know? You can feel it and you can say, もうしんどいわ。I can feel your pain. Yeah, yeah.Something. But there's certainly, there's not, of course, I mean, in Tokyo, even so, there's Isaac, you know, there's, yeah. there's yeah. that kind of compassionate listening to, yeah. it's not just to confirm that you're listening, it's uh-huh. to confirm that you're feeling what the person's feeling, I think it's a... Somebody's talking about Aizuchi practice, right? Aizuchi. Yeah. yeah. That Aizuchi exists in Tokyo just as it exists in Kansai. I wanted to. Meaning, forget it. I don't know what you're talking about. I want to.
Canto people, it's hard, it's hard. Over my dead body, you will. Right. Can I share with you my experience about Unazuki thing? Are you there? Sure. Okay. So, yeah. So although my English has been good for a while, and then I have no problem communicating, but the one, but I started practicing speech at speech club called Toastmasters Club, and I was always nervous every time I made a speech, and I couldn't figure out why I was always nervous. But eventually, a couple months ago, I found out that the reason why I become nervous when I speak English in front of people is because I am expecting Americans to do unazuki for me. Okay, so when I'm speaking, they are not doing unazuki, so that makes me nervous, you know, feel nervous and begin to think, are they listening to me? Right? So that's what I realized. So I completely stopped expecting for unazuki, and instead I deep breathe. 深呼吸をしながらぐわーっと喋るんですよ。I speak like deep breathe and then I talk, speak without worrying about people nodding or without expecting any unazuki, and I till the end of my breath I just speak, and then everybody is so quiet, everybody listens to me very well now. So that's what I experienced recently. So absolutely silent room. Right. So, so I always thought that when I was having discussion groups with American, with foreign people in Japan, why Americans can talk forever, right? But I think that's because they are not really expecting unazuki, and they just finish whatever they need to say until their breath, you know, stops. And if we Japanese do the same thing, we can just 延々と喋れるということですね。We can just talk. Yeah. And you know what I mean? Yeah, I know. Yeah. I think it's also very, very, very a social conditioning, you know, where if you're not getting unazuki or you're not getting aizuchi, like, you know, the person may not be agreeing with you, or the person may not be, you know, it's the illusion that the other person is sharing, regardless if it's true or not. But Americans, I think, don't need that. They don't care what the other person thinks, if the other person thinks it's true or not. They need to say their opinion, because it's their opinion. It's a very American egoic way of expression, or it's an egoic expression. Whereas I think the Japanese, they don't need to express their ego in that form, or that's not how they express their ego. I have a slightly different opinion, but okay, so you said that Americans are unique in that they say whatever they want to say, they have opinions. But in my opinion, human beings, as the default form of human beings, have opinions. That's the normal state of being. But something happened to Japanese people, I think. And then we are socialized to be kind of quiet all the time, and we don't feel too comfortable speaking out in front of the public. So something special or unique happened to Japanese people. I don't think Americans have more opinions, or they are more likely to talk than Japanese people. Yeah. That wasn't my point. No, the point is that Americans, they are cultured to express their opinions clearly, and the Japanese are not cultured to express their opinions. That's not a value. That's not an egoic. That's not a way that they express their ego. I mean, it's that unconscious in that, you know, it's really, of course everybody has opinions, because, you know, as you said, it's very human, but Americans don't have that kind of envy. You know, there's just not that. You can't translate that. Translate it. You can't trust it until a couple of months ago when I encountered a gorilla in Nijimi. I told you before, and it's different in the Bokashi in Nijimi. Are you familiar with it without radar? Could you repeat that again, please? Yes, I am. Okay. The difference between Bokashi and Nijimi. Bokashi is a gradation, different shades of world.
yes has many shades. No, for that matter, has also shades of meaning. Nijimi is different. Like Lucky said, the Japanese are not cultured to express their ideas, let alone their thoughts. So the person takes it to assimilate different cultures, identify with anybody they get in touch with. They can talk about any topic that, under the sun, any topic that you can get your hands on. That's Nijimi, try to empty into the other people's thought. So that they constantly need the emotional feedback, like a nudge to your. But suddenly you're out in the open in front of lots of non-Japanese and watching you, you know, their intention, hostility breathes down your neck, and you're supposed to behave as expected, you know, because people's eyes are on you. So you're not supposed to talk alone. You can't communicate without eyes on you. So that you need constantly, you need not to be some emotional feedback. I can feel you when you say, you know, look, nobody's giving you emotional feedback. I went through that period myself, so you know, I feel you. You take what I can do. I have a different theory of why we have a lots of unazuki, by the way. I think, if I can, I think Japanese, it requires a lot of syllables to communicate, right? In English, each syllable carries a meaning. For example, when I say, I love you, each short sound cluster has a meaning of its own. Can you hear me? Oh, I guess we're having the internet connection problem, so let's just wait a little bit. Please, only three syllables in McDonald's, but in Japanese, McDonald's. Okay. I'm back. ちょっとね、岡山県山の中で、もし電波状況がまた悪くなるかもしれないので、ご了承ください。先ほどの話を続けてよろしいでしょうか。お願いします。はい。日本英語はもう English requires syllables, but each syllable carries its own meaning. It's very short, but it's full of meaning. For example, I love you, I love you. You know, it kind of communicates very quickly, but Japanese requires a lot of syllables to say anything. Like, just good morning can be Ohayou gozaimasu. It's so long. So I feel like we have to make sure that everybody understands you. I mean, by unazuki, we want to make sure that your conversation partner is understanding you, which probably is why we say, So that's my theory. And I wonder what you think about it. That's really interesting. I mean, because, you know, I'm in contact with a lot of quite young Japanese people nowadays. And I have teachers, you know, who have teenage children and such, and seeing that the language is changing quite a bit, and young people are starting to abbreviate things to a degree where even middle-aged people are not being able to understand them. I mean, a simple example would, you know, be just abbreviating Idohan Maiki to Dihaki, or, you know, Makoto Naruto to Makoto or something. I mean, that's a very, you know, everybody knows those examples, but we're looking at a situation where sentences are becoming much, much more like English, much more like English or Chinese, where, you know, in which it's just a word that communicates all the meaning, which is entirely different from, you know, how Japanese is spoken now in everyday life. Right, of course, right, this, is, yeah, this is the younger generation. I mean, I'm talking about mostly probably teenagers, or, you know, of course, there's always a fear of the language completely disintegrating. It's not going to happen, of course, but it's very interesting to see what's going on now with young people. I'm going to have to disagree with Mr. Lucky, because I feel like this tendency to abbreviate has always existed, even like long time ago, including wartime ideologies. Slogans are always like, you know, slogans. We liked always slogans. So maybe we always wanted to abbreviate things. Otherwise, Japanese is so long. You know, like I practice kendo. Sensei, boku kendo yatteru desu kedomo. Like when we practice and we thank, we say, Ashita!
instead of saying ありがとうございました。You know? But some American people literally say ありがとうございました。So that sounds kind of awfully long. So I kind of advise them to just kind of abbreviate. Well, I mean, you can, but I mean, there's a difference between abbreviating, you know, arigato gozaimasu to arigato, because that completely changes the context of the word. That completely changes the meaning, so that's no good. So instead, you know, I would say something like, arigozaimasu, you know, trying to hurry my syllables, actually merging the syllables together to sound more natural. You know, of course, after a while, you know, if you're speaking, you know, what is the senpai kohai, that word chas is the big, you know, it's the joke of a word chas. Meaning, what is it? Chas. 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 Yeah. Konnichiwa. Right. And that's a completely different word, but in a certain context, it's the same meaning. But I don't think it is a unique phenomenon in Japanese language, for example, so then, what it takes. You know, but in the Japanese English letters, pronounced as what it takes, but actually what it takes. So those kind of and abbreviations what it takes. Take place in many languages. So I don't think it's a unique phenomenon in the Japanese language. But of course, you know, with having a language with something like Sonkego, Teinego, the phrases Hyogen get longer, they get more polite. Yeah. So it's actually a disservice to shorten those phrases where appropriate, you know, when they're applicable. Now for foreigners to use, you know, to overly use those forms, it sounds really terrible, but you know, it's a real gamble. I think it requires a lot of, you know, sublinguistic communication, you know. Feeling the vibration. I'm sure people love that, like when you begin to pick up very unique Japanese expressions. I mean, I can't think of it. So where are you now? 今ね、大阪の南の貝塚熊取のあたりだね。熊取のあたり。あね、いつも上からね、上から貝塚先のね、西日本と東日本の違いとか、深呼吸でやったら聞いてもらえるとかね、上から口、一人の口から聞くとね、ものすごいインチキくせんよ。けど、この、こうやって今日、松本先生と、のフィルダー通して聞くとね、すごい説得力ある。なんでやろな。なんでいや、なるほどってね、正しいわって思うね。The reason being, you're listening? Yeah. The reason we get much closer together is, what you might, vibrational, match. Vibrational wavelength. Hearing you talk about your theory, that's not very close to us. Instead of reading the whole textbook in print, that's entirely different. So, what I hear is what I get. And, like the extension of what I see is what I get. Yeah. So, what I hear is what I get. Now I'm getting much closer to you. I must have reread your book. もう一回英語の読まないといけないな。先生、もしお時間がありましたら、私が直接ですね、1時間ぐらいで、デモをしますけれども、いつか。失礼けどね、いや、これね、上からね、いろんな人にね、もう大物の英語界の大物の人にレッスンするとかって言うて、やってるんですよ、今までシリーズでね。で、それはちょっと失礼だのね。今思ったんは、昔ね、松本先生が東の京都で松本徹先生と行かはった時に、やっぱりなんか、僕のね、すごい敷居高かった。今、上川がこうやって松本先生と今日は初めて対面して話して、すごい松本先生の敷居を、が低い感じするんですよね。もう全然、その、こう、
もうちょっと威厳があって近づきにくいっていう感じじゃなくて、ね、ここまですごい打ち取り、もうどうなるか思って、俺もう上川よし切ってそれらでもうボロクソクソミソにやられるんじゃないかと俺思ってたんですけど、すごいね、思った以上に話が面白かった。一つにはその松本先生の大阪弁とか、僕の広島弁がちょっとこう響きが響きでコミュニケーションしてるとこあるんじゃないんですかね。そうあるかもしれないね、うん、まあ、こうやって話をするとね、間が縮まるっていうのが、I'm supposed to translate this. Anyone who can't read my, if you look how wrong, everyone says in your back, he just doesn't get it. Yeah, yeah. You don't get it, means you can't read the atmospherics. Yeah. So it's, sometimes you come up with the politically incorrect expression. Yeah, totally. Absolutely. Totally. Then you are, I'm saying, Kuki no yomenai. Kuki wa ma. Right. So there's been a lot of discussion with my mentor, Sen Nishiyama. Are you familiar with him? Sen Nishiyama. Did the 70s interpreting for the Apollo mission. And was the first trailblazer in the field of a 70s interpretation. He knows it. No, no, no. You must know Mr. Sen Nishiyama, the mentor of Mr. My mentor. And the first time we met each other, I was completely under his spell. And since then, I've been working for him. But he's been dead for the past couple of years. But when he was alive, I asked this question. He says, how do you interpret the ma? In English, I asked a lot of people, asked around, must have been about 100 people concerning the meaning of Ama. Sen Nishiyama gave me a critical pause. Hey, well, what means critical? And it produces differences in syllables, you know, kuriti kalu in Japanese. He was almost a native, Sen Nishiyama. He said, critical, critical pause. That's Ma. That meaning, if you get the mark wrong, you made the critical mistake. Critical mistake, life, yeah, critical yeah. Mistake. So his translation is a perfect. Yeah, critical pause. Now I'm, that really got me. So since then I've been working on this, the mark thing, I just come up with my interpretation of mark. That is a vibrational center, vibrational wavelength. Vibration, that's about the critical pause. Yes, pulsity. Nobody says anything about it. Everybody listening to it, not to the words, but the map between two words. And that's the layman's interpretation. But if you go beyond that, you get to the point where the map is more important. The words are between two mouths. If you have a chance to come to Kyoto, I strongly recommend that you go visit the Ryoan Temple right now. Mm-hmm. I suggest that you watch rocks. You might begin counting the number of rocks you are wrong. Instead of counting the rocks that exist, but you just fix your eyes on the space. Niggas might think it's a stupid blanket, a stupid space, but the space comes first before rocks. That's why a lot of cultural anthropologists, to give an example of Mr. I keep forgetting, the author of the Sighted Language, I keep forgetting his name, the very famous person who said he gave a couple of pages to his book, Sighted Language and Hidden Dimension, but the Ma is very important in Japan. Ma makes or breaks the people's relationship with each other, interaction. But instead of talking, I know how to speak, how to choose other people in public speaking, that doesn't carry there. I mean, you have the firm grasp of the Ma. Yeah, I cannot use it confidently. I always mess it up. And Ma has to do with the breath, the breathing, but you know, you are saying something under your breath.
But if people are not listening to it, but they can feel it, feel the mouth. It's not audible. Right. It's still there. Yeah. So Nixon speaks about how to take pauses, critical pauses. Yeah, critical pauses. Yeah, my is real difficult to read sometimes in English. So if they something which is not specifically described or a left onset means more and talks more. Right. Something that is left unsaid. Yeah, exactly. Unsaid, yeah. Left on, yeah. See, that was my feeling of it. That was my intuitive feeling that it's the ma comes between something that one it's almost to say the next thing I'm going to say is an abbreviation, or it's a feeling, but it's left for you to interpret. As in I'm communicating it, but I'm not going to. Sorry, there's some interruption here. The internet connection problem is happening right now. All right, I'm back. Hey. あ、ちょっとね、ちょっと一回切るよ、これね、またあの、また切る。トンネルが通ったりして、ちょっと一回。もしもし。はい、聞こえます。あ、ちょっと音声があれだな。ちょっと待ってよ。石川さんとか話してたら、女性の声が多いよ。聞こえる？うん。はいはい。あ、聞こえた。OK。ちょっと石川さん、ちょっと質問の話だったんですけど。どうもどうも、登場します。女性の声も聞かせなさいということで。どうも。長い。あ、聞こえますか？はい、聞こえます。聞こえます。はい。改めまして、私も、今、この会話をずっと聞いてたものなんですけれども、何を話したらいいの？私はスチュアートです。あれね。あのね、私の姉がですね、同時通訳で、ワシントン DC のすぐ郊外のビエナに住んでます。ああ、そうですか。僕、ビエナで仕事してますよ。会社がビエナです。あ、そうなんですか。そうなんですか。彼女はアメリカ人の、外交官と結婚して、で、彼氏がリタイアして、今ずっとビエナに永住しているんですけれど。で彼女はね、同時通訳やってます。もしかして、ワシントンの大使館なんかに通訳の人として名前が載っている。載ってます、載ってます。あ、多分見たことあるかもしれない。レイコ・ヤングって言います。レイコ・ヤングです。ああ、名前見たことあります。あ、そうですか。はい、レイコとヒュー・ヤングで、二人はもう最高のチーム作ってます。おー、すごいですね。で、そうですね。で、大使館の、要人の方とか、うん、日本のビジネスマンが、来るときには、彼女はもう、ブースに入って、同時通訳もしますし、いろいろやってます。すごい。近所にいらしたんですね。え？近所ですよ。どこに？近所なんですか？はい。あ、そうなんです。そうですね。はい、はい。いらっしゃったことあるんですか？あ、もうしょっちゅう行ってましたよ。あ、そうですか。私も何度も行ってます。若い頃にね、私はアメリカにいたんです。高校卒業しましたから、向こうで。うん。なるほど。はい。はいはい。で、今は、NPO をやってます。もう一度言って、で、先生。もう一回言って、はい、ちょっと今聞こえにくかったんですが、もう一度言っていただけますか。今何をされてるかっていう部分が、ちょっと途切れてしまいました。ちょっと、長いので、またちょっと、はい。はいはい。はいはい。聞こえますか？聞こえます。はい。で、まあ、その姉のことはいいんですけれど、私もアメリカには若い時にいまして、で、その後、日本人と結婚して、はい、で、ある一時期、旦那さんが歯医者なもんですから、うん、医療経営者として10年くらい、うん、医療経営してまして、で、その後、NPO を立ち上げましたの。はあ、聞こえます？はい、聞こえます。うなずきが少ないんですけども、私の方から。はいはい、スカイプなので、うなずきができないんですよね、なかなかね。ああ、一応ね、アイスジューっていうプラントですよ。そう、さっきのアイスジューです。気づいたかどうか分かんなかったんで、ごめんなさい。そうなんですよ。先ほど。そう、そうなんですよ。先ほどほら、おっしゃったじゃないですか、上川さん。うなずきを期待してたから、ちょっとナーバスになったって。
あのね、スカイプだとね、声と声がぶつかっちゃって聞こえなくなるので、ちょっと黙って聞いてるんですけど。あ、そうなんですか。はい、はい、はい。皆さんの会話はもう非常にほとんど聞けてました、私も、話すことは忘れちゃったのでできないんですけども、皆さんの会話には全部フォローできました。お、はい、わかりました。で、ライジングクラウドという、日本の文化を海外に発信するNPO を、今年から始めてます。で、松本先生にはライジングクラウドの、チーフのキャスターとして、お迎えしてます。そんなことで、先生と最近よくご一緒してます。もう一度その、もう一度その NPO の名前、ライジングカードですか。そうですね、ライジングクラウド。あ、クラウド、ライジング、はい、いやいや、クラウド、ライジングクラウド、イズモですかね。わかりました。あ、イズモです。ライジングクラウドね。ライジングクラウド、ライジングサンと言いますが、ライジングクラウド。ライジングクラウド。出る雲。出る雲。なるほどなるほど。これを聞いてる人の中で、もしかしたら興味がある人がいるかもしれないので、ライジングクラウドですね。今Googleで見たらわかるかな。これ公開してもいいですか。公開してもいいかも。まあね、でもでも今年の秋、やって録画してるんですよ、これは。この会話、先がの会話。ああ、そうですか。これ面白いですよ、いや、生中継もしてるはず。あ、生中継してないんだけど、あ、今ね、Google で見たらね、見つけました。ライジングクラウド、聞こえますか。はい、聞こえます。はい、聞こえますか。聞こえます。そのライジングクラウド、ライジングクラウドって出雲って意味じゃないですか。今年は出雲の遷宮ですよ、60年一度の、そうですね。で、伊勢神宮が20年に一度のもちろん遷宮しているわけで、今年は重なっているんですね、この年は。で、お願いします。聞こえました。聞こえますね。はい、はい、それではそのライジングクラウドが、やろうとしているジャパンエスコートをちょっと説明させてくださいね。はい、今ね、クールジャパン、クールジャパンって言ってるんですよね。日本は経産省がクールジャパンを推してるわけです。聞こえてますか。はい、聞こえてますけども、うなずきしてないです。それでですね、まあ、私としてはクールジャパンっていうのは大変結構で、外国の方が日本をクールっていうふうに言ってるわけです。かっこいいとね。そうですね。で、はい、そういう意味でクールジャパンっていうのを全面的にこうやりたいわけですが、はい、日本人がクールジャパンっていうのはおかしいじゃないですか。それで、はい、私は日本をエスコートしたいと。日本と日本の精神と日本の文化とを海外の方にご案内したいと、そういう意味も含めてジャパンエスコートという名前を付けました。はい、そこで日本の文化、縄文精神も含めてね、そんな縄文スピリットを含めて海外に発信したいなというふうな活動を始めております。で、まあ、正式なサイトをオープンするのはですね、公式に、プレスリリースをしようと思っています。外人記者クラブで、松本先生の松本先生メンバーですから、外人記者クラブのね、そこで予約を入れてございます。12月の22日、はい、この日に来てもらったの。あ、ぜひお越しくださいませ。誰か日本来ないの。なかなか来れへんの。え12月とかさ、あ、日本に行った時には寄りますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そんなんで今ライジングクラウドのサイトは完成してないんです。でも、公式に発表するのは12月の22日で、その時にはいろいろな形で、皆さんにお披露目できます。パッと今ウェブサイトを見させていただいているんですが、その縄文スピリットということは、はいはい、ものすごい日本のオリジナルという感じですよね。そうです、ね、そうです、うん、弥生の以前ですから、うん、はいはい、それすごい興味持ったんですけども、はい、もっとこう、はい、標準化されたなんかこう
近代的な日本というよりももっとも、ね、なんていうか遡っていったっていうのは面白いですよね。そうです ね、 ね、 ね、その原点まで行ったっていうことですね、うんうんうん、もうあの今は縄文時代がいかにあの素晴らしいその感性を持った縄文人たちがね、うん、あのいたかということですね、はい、あの土器にしてもあの、まあ、煮炊きをした跡があるわけですよね、はい、で、まあ、あの普通食べるもの食文化を通して食生活を通してその時代の文化が伝わるじゃないですか、はい、で今あの縄文のねその土器をあの見て、まあ、その感性が素晴らしいというふうに私は受け止めてますし、で今皆さん日本人がそういうものに目覚めてきてるんですよ。うん、であのそういったことまで遡ってあのお伝えできればなっていうふうに思っています。縄文と弥生ってありますけども、弥生だったらもっとこう定住してなんかもっとこう近代ちょっとだけこのあのあれなんですかね、現代にもうちょっと近い感じで縄文がもっと荒々しい感じなんですかね。荒々しいではないですね、縄文は穏やかですね。穏やか、穏やかでもやっぱり日本の原点みたいなのが縄文に、そうそう、よりも原あの縄文であるっていうこと。そうですね、あのねサイトにはあのいろいろと縄文のあのことなんかもあの書いてございます。それはあの専門家が書いていますので、私は書いたわけではないので、お時間になるときに、分かりました。ちょっとその際、行ってみてください。はい、行ってみます。はい、では、いい感じ。ありがとうございました。Facebook もありますね。ああ、見てもらってるの？はい。今、ライクボタンを押しますね。ライク。今押しました。あらら、ありがとう。今押しました。はい、ありがとうございます。大きなね、縄文と弥生の大きな違いを言いましょうか。お願いします。見えるの？あの違いはね、縄文とお月さんだと見てもらったんですね。弥生が太陽。あ、なるほど。だからお月さんというのは女性の自然にね、例えば she's got the period場合はそのピリオドの中にはあのお月のね、動きがあって、日本は明治前まで全部対陰的なルーナーカレンダーだったんですよ。それが明治になって福沢諭吉がね、うん、やめとけと、もう国際的に見たらね、ソーラーカレンダー、太陽暦がグローバルスタンダーだって、それから福沢諭吉が全部日本がね、ソーラーカレンダーの太陽中心だったから、太陽中心が上から下に縦社会になってしまって、大和朝廷ができたとか、天皇家ができたときは全部縦の。だからそれはバイブレーションだからコミュニケーションがないんですよね。だからそれはケミストリーになった。だからケミストリーワークスビトゥインナーズだ、二人呼吸が合うと。そのバイブレーションがないんです。だから縄文にはそれがあったんですよ。もっとコミュニケーターだった縄文には、海から見てもね、フィリピンから沖縄から、ずーっと、八丈島、それからなんか三宅島とかね、アイヌとかそういうところは全部縄文カルチャーなんですよね。言葉でもね、縄文文化だとウーが多いんですよ、うん、だから沖縄でもウーばっかりですよ。 I, U, A, O の A と O がない、全部ウーなんです。オガムっていうのはウガムなんです、うん、だからウーが多いのは東北では、東北地方は全部ウーが多いですよ。だから七福神って信仰ありますよね、はい、動物がスズズズズンと発音するんですよ。聞き取りにくいからね。だけど、ウーが中心なんですよ。ウーというね。だから僕は今、日本語の言霊というのを研究してます。近江神宮では言霊研究会で何回も神主さんが話をしてます。その時は音霊とはサウンドスピリットだけれども、音霊ってもっともっと深いですね。言葉が来る前に音から来たから、おというのはワオとかね、おうおうおうって言ったら、これは脳に近づいているという形で、言葉一つ一つの母音にね、魂が宿るというのがあったんで、これが縄文文化なんですよ。だからあんまりたくさん言葉喋らなくても、一つの音のサウンドがいろんな意味を持ったと。だからそれは自然とコミュニケーションしてた時代があったんですよね。だから弥生から日本が変わっちゃったんですよ。だからもっとね、もっともっと自然と話をするということで、さっきも話をしましたけど、にじみというのは自然なんですよ。水があって、そこにちょっとインクを垂らしたら自然に広がってるんです。
だから日本の料理っていうのはアメリカではあんまりないけども、京料理とはおすましって水だけですよ、湯だけ、何も入ってない。これを俺がやったんだと誰も言わないですよ。中国はフランスは塩とか砂糖とか油をどこまで入れたかって戦ってるんですよ。日本の僕戦わない、自然が決めてるからね。でこれは誰が作ったのすとしか言う人はいない、言わなくてもいいんですよ。期待されるから nobody expects to be appreciated ね。これは日本の文化なんです。でそれはね、縄文にあったんです。弥生になったら縦社会になったから、太陽中心だから東大を中心にずっとね、やっぱりあの一橋、早稲田、慶応と東京中心なんです。それずーっと見た大阪とか広島とだいぶ端の方でね、邪剣道で言うんだけど、やっぱりね、縦になっちゃったの。だからみんな東京中心で、経済も東京中心に回ってるんですよね。で原発もう作るのも東京は政治でしょ。政治エレクトリックが原発変えて、はいって読売が動いた。それで原発作って読売お金持ち、読売新聞で世界一番です。だからなぜかって言ったら、読売新聞が儲かってのは野球、それから原発、これだけですよ。それから世界一の新聞って何もないわけよ。だからそれは東京中心で原発をやってお金儲けなの。東電、テプコはね、原発やってるうちお金が入るんです。そのお金は地方に八丈島とか、佐渡島とかみんなお金回していくんです。あんた何もしなくていいよと、お金が東京から地方交付税として出すんだよと、そういう文化になってしまって、で僕はそれ東京中心はダメだから京都でも作れって、それでまあね、上田さん僕はこれ気に入ってるんだけど、この人は京都の行動館の支部長になって、みんな動かしますよすごい、それ純粋なこと。今度来たら京都寄ってください、はい、東京中心のニューキャピタルだから京都はオールキャピタルだからね、うん、この2つがあったら日本は磁石みたいな道ができる。道っていうのはモーラルカンパスですよね。日本が東京中心だけ全部ダメなんです。両方いるんですよ先生。意外と縄文とかその大阪方面の文化の方がグローバル時代に、結構対応してるっていうことないですかね。そう思ってます。それは松本先生昔から言うてはる。昔から言ってるね。あ、そうですか。うん、僕は最近からしか言ってないですけどね、このいつ頃からおっしゃってるんですか。いや、もう30年前からそういう言ってはったわ。うん、あ、そうかそうか、あ、言ってるね。縄文化だから国際化っていうのはナショナリゼーション、グローバライゼーションじゃなくて、僕は前から縄文ナイゼーションと言ってる。うん、縄文ナイゼーション。でもあれですよね、日本という国の成り立ちというか歴史というか、このそれを遡った時に縄文まで行くしかないんですよね。それを今ここからこういう形でその縄文も発信するというのは非常に貢献すると思いますよ。ものすごいなんか縄文っていうのは遡りますよね。ものすごい遡って、そうですよ、そうです、そうです。ということは、はいはいはい、愛国心といってもなんか普通僕らが聞く愛国心とは違う感じなんですかね。やっぱり違いますね。違います、違いますね。よくもっとユニバーサル、うん、はいはい、もっとユニバーサルね。そうですね、もっと宇宙的ですね。もうちょっとそのあたりを比較していただけますか。いわゆる愛国心とその縄文まで遡った場合のものとどういうような比較というか。いや、まあ、縄文時代ってご存知の通りに1万5000年6000年の、平和な時代というか共生した時代を築いてきたんですよね。で、その時代の、まあ、縄文も、まあ、早期から晩期まであるわけなんですが、でもその後半の時代というのは出雲も形成されてるじゃないですか。出雲の国づくりっていうのは、はい、非常に平和的に、国を譲ってますよね、大和にね。で、私はそういったね、無血で、国譲りをして、そしてまた大和の方もそれに対して非常に敬意を表して、そして大きくその出雲という国をも尊重してやってきてるわけですよね。で、私ね、そういったね、精神ですか、スピリットですか、はい、それがとっても今求められてると思うんです。
このグローバルな時代において、で忘れちゃってるじゃないですか、人類は。そういうことで、あのもう一回、思い出しましょうよっていうのが、あのものすごくありますね。なるほど、はい、なんか今のね聞いてると、まあ、絶対的な 上下関係、支配関係っていうのでは、ないそうではなかったと。もっとフラットな感じで。そうです、そうです。全くそうですね。で、はい、やわになってからもっとそういうような、はい、もう、縦社会っていうのができてきたっていうふうに聞こえるんですが。うん、まあ、実際そうなんですよね。まあ、そのまた僕の英語喉の話なんですけども、英語喉では喉から豪快に喋るとなんかこうフラットな関係が築けるっていう感じがしていて、そのあたりでもなんか共通してますよね。なんかね、うん、初めて今日の話で初めてその親から言ってることがなんかすごくあんなことと思った。そうなんかあのインチくさいよけど、うん、あなるほどなと思った。今日の話を通して、今日皆さんのおかげでついに上田さんが理解を少ししてくれたという。いやいや、してるよ。いつも、なんで俺が一番サポートしてたやん。いつも援護してたやん。うん、けど、いや、それはなんで、建設的な、あれでしょ、あの、違反なり、批評してるんです、ね。うん、だからインターネット、また、ノーネスチャンネルで僕のブログを見てください。あ、あの上川ちゃんと見てます。あ、見てる。はい、見てますよ。ちゃんとお金払って見てますよ。あ、そうか、はい、それはありがたい。松本チルドレンですから先生。今度ね、一回またあの来てもらおうかな、ゲストに。お願いします。僕は実は大学時代からファンで。そうだ、ノーネス。そうだ、ね、それいいわ。うん。そう、あのちょっと出てもらいましょうか、ね。松本先生、僕ね、あの。イギリス人。あのどうぞ、そちらどうぞ。どうぞ。私松本先生のファンでして、大学時代から一応本とか読んでますけども、1988年9年あたりにですね、よくカリフォルニアに行っておりまして、その時に LA 空港で松本先生にそっくりな人がいたんですよ。ってでも恥ずかしすぎて声がかけられなかった。これね、私の記憶ではその頃の松本先生、山伏の格好してたと思う。いや、スーツだったよ。違った。87年88年ぐらいで LA 空港で、あのスーツを着ている人が日本への飛行機を待っていて、ものすごい似てたんですよ先生に。あら、それはいたかもしれない。いたかもしれない。話しかけようかなと思ったけど話しかけなかった、恥ずかしかったから。その頃どうか、あんまり外行ってないけどね、うん、僕はね、オーストラリアとか、デトロイトが行ったらみんな集まってくるんだね。で、日本から英語武蔵が来たぞという。デトロイトの面白かったのは、私アメリカで35年います。いまだに英語が聞き取れない。どうすればいいでしょうかって言ったら、俺日本から日本も行ったことないのにね。だけど、その、エッセンスは学んでたね。英語のリズムだとか。で、今度はね、今度は喉っていうのは、ね、まあ、ピンとこなかったけど、今日聞いて、むしろ親しみ湧いたので、それで、運動館でもちょっと話してもらおうかな。ちょっと今日来いよ。スカイプでダメ、とりあえず。スカイプでちょっと難しいです。そこは知るか、松本先生、そういうテクノロジーはやったよね。うん、やっぱり今日は特別だけどね。うん、まだ日本に行く予定ができたら言います。お知らせします。で、もうどっちもね、顔合わせてっていうのが一番いいと思うんで ね、 そうですね。最初の日曜日はできないから、最初もう25年間いつもファーストサンデーだよね。そうそう、ずっと毎月日曜なんで、ぜひちょっと日本一回買ってこいよ、うん、このねノーネス出て。そうだ、ね、なかなかそんな松本先生がそんな声かけてもらってさ。そうだね。あ、そうか、ね、さっきから松本先生にね敬語を使おうとしてるのにね、上田さんがちょこっと喋るでしょう。で、上田さんに喋るつもりで友達言葉で喋ってて、だからためになっちゃうんですよ。すいません。もし、あれ切れました。あ、したもども。もしもし、松本先生、敬語っていうところで切れましたけど。敬語を使いたいんですが、上田さんがパカッパッとこうね、話しかけた瞬間に、言葉遣いが悪くなってます。すいません。わしと上川はいつもあれですからね。癖で
寄りますとかって言ってますけど、よろしくお願いします。ノーレス、あの最近ちょっと変わったでしょ。ノーレスはバックがね、僕はね前から日本のラリーキングになるんだぞと言い続けてたもん。でノーレスチャンネルがアンカーパーソンになった時にラリーキングはどっか消えちゃった、引退しちゃったね。だから引退したから絶対ラリーキングもね、彼は僕と徹夜でディベートしたいって言ったの、うん、絶対切れたら会いたいんだけどね。なんかあのアメリカでセットアップしてくれたら僕は行くよ。ラリーキングとも徹底1時間ぐらいやった。日本人とユダヤ人がどっちが偉いねってやりたいの。で向こうはユダヤ人が偉いのかも決まってるやないかって言ってたよね。僕は大阪だから広島でよく似てね。先生今度いらしたら、ぜひワシントン DC の方にいらしていただいたらもう。一回大阪来てもらってね、はい、ワシントンでも乗り込んでいってね、はい、あの、向こうのやっぱりアンカーパーソンとか、外で勝負したいんですよ。うん、なんかいいですね。なんか欲しいね。血が騒ぐんですよね。そうやな。そう、見たいよな。その、ね、見たいわ。それ、めっちゃ見たい。向こうでやっぱ戦ってみたいね。アメリカのジャーナリスト。うん、ラリーは一回やったけど。本場でやっぱやりたいね。それやろう、やりましょう。やってほしいね。うん、いや、アドレナリンゴイン。とりあえずね、うん、言うんよ。そんな実現するとかせんやなし、言うんよ。そしたらね、うん、実現するんよ。やりましょう。そうそうそう、やりましょう。そうです、そうです。なんとかしよう。それ頼むで。なんかそうやって、うん、あの、僕らもね、京都に出て、彼もゲストに来てもらって。よろしくお願いします。お邪魔します。売り上げようね。いや今日面白かったよな。どうなることかと思って。俺もコテンパンにもやられる、出直してこいって言われるかなと思ってたよ。言われからな。うん、すごい面白かった。あれ本を送ってきた時ね、コメントしようがなかったわ。ちょっとわからない。いや、わかる。だけど今日聞いてね、わかりにくかったら僕だけじゃないから、俺もわからなかったって言うからホッとして、じゃあ一回聞いてみようかなって。話をしたらなんとなくちょっと見えてきたね。Thank you very much。 最初来た時なんだ俺なんでここで話っていうの。だから最初からちょっと失礼な You are setting me up って言ったのはめられたんじゃないかって。聞いてよかったね。だから 見えてきた。まあそう、本当に失礼しました。でも本当にフレッドは松本先生と会いたかったですよね。ほんまに会いたかったですよ。いや、うん、宣伝とかそんなにないですよ、僕もね。いや、これ読まなかったら悪かったなって気持ちなんでね。また次は、いや、それはね、同じで、僕ももう絶対インチキ思いましたね、あれ見た時ね。いや、で、こいつのやっぱ英語聞いたら、やっぱり、あ、なんかあるってやっぱ思うんだよね。上田さん、ちょもう一つ、もう一つ言いますね、松本先生ね。だから、速読をやってたんですよ、先生の感化を受けて。やってましたよ。それから、あの先生の本で、なんかちっちゃい本だっ仕事で絶対、これなかったら仕事成り立って、成り立ってないよね。うん。そうそう。あの速読なかったら今の仕事成り立ってないですよ。成り立ってない。できないですよ。ね、これ食べてますよ。楽天のね、楽天が英語で全部変えるという、実際動いた人もね、やっぱり僕の本読んでたから、速読が変わったんです。で、早稲田一番になって、ね、あの、ハーバードビジネススクールでずっとやってきた。それで僕とこの前対談したらね、やっぱり、ね、速読って言うね、これは。あと松本先生のあの 本の中に何かこう外国人に喋っていくみたいな、何か絵付きで書いてあって、大学時代に読みまして、これはやっぱり自分も英語を喋ら、あの実際に使わないといけないと思いまして、その本もやりましたね。